はい、マッスルトラッカーのりさんです。ちょっと今日は姫路にある心霊スポットの相坂トンネルにちょっと一人で来ました。あのちょっと内心もうビビってますね。ちょっと怖いですね。もう一人なんで誰もちょっとこういないんですよね、誰もね。だからなんでこんなことしてるんだろうなって思うんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとね、なんか怖いですね。その昔はここの山がなんていうんですかね、オバステ山だったらしくて、はい、この山の上にこうおばあさんをね、おじいさんをちょっとこうね置いて入るっていう感じですかね。まあ感じというかなんか変なんですけど、ちょっととにかくでは見てください。じゃん、なんと高さが 2.6 で、もうあの古くからあるトンネルなんですけども、ちょっと中の方に入ってみたいと思います。これすごいですね、やばいですね。以上はちょっとやばい気がします。やばやばいやばい、ちょっとやばい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